このチャンネルは映画についてうだうだと語るチャンネルです。第88回目はゴジラマイナスワンマイナスカラーについてネタバレありで喋ります <music> !X やってます。概要欄にリンク貼ってますのでフォローよろしくお願いします。まず今回のモノクロ版でこういったアートボードっていうのかな厚紙の ポスターというかもらいましたこ,こっちの面が日本版のアートワークでこっちの面がこれはアメリカ版のアートワークになるのかな今もらいました本作は日本はもっとより海外で評価されているのは大変素晴らしいですよね特に VFX の評価が高いのは日本の特撮映画をずっと見続けてきたものとしては感無量です私は 通常のカラー版を2回、今回のモノクロ版を1回、合計3回鑑賞いたしました。その上で、次の3つに分けて喋りたいと思います。1つ目、モノクロ化の効果。2つ目、ゴジラマイナスワンを再考察。3つ目、今後への期待。それでは、行ってみよう。1つ目、モノクロ化の効果。モノクロに変換されたことで、カラー版で気になってたところが、 あままりり気にになならんようになりました通常のカラー版で見た時はセットや VFX で作られた街並みがちょっと綺麗すぎるかなっていう違和感があったんですけどもモノクロ化されることで陰影が強調されてねリアルさが増したように思いました何ていうか実力フィルムを見てるような没入感を得たというかねあと銀座のゴジラ襲撃シークエンスなんかは通常版だとゴジラの動きが CG っぽいぎこちなさがあるかなって感じてたんですけども、モノクロ化であんまり気にならなくなりました。というかね、むしろあのぎこちなさがマガマガしい動きに見えるようになってね、すごく効果的で良かったと思います。海のシーンの VFX のリアルさはカラー版もモノクロ版も凹ツつ,つけがたい、どっちも素晴らしいですよね。セリフ回しと役者さんの演技に関してなんですけども、カラー版だと 臭く感じるところもあったんですけども3回目の鑑賞などで慣れたっていうところもあるんかもしれませんけども、まあ、今回そのあたり気にならず自然に見れましたということでカラー版が面白かったという方やカラー版にちょっと違和感があるなぁと思っておられる方も今回のモノクロ版ゴジラマイナスワンマイナスカラーおすすめですよ2つ目ゴジラマイナスワンを再考察 日本で賛否が分かれた理由の一つとして最近思ったのは本作はアニメとか特撮とか造形これはフィギュアとかガレージキットなんですけどもそういったオタク系メディアとは離れたところから本作は生まれたからじゃないんかなと思ったりしてね例えば平成 VS シリーズ以降 模型雑誌やホビーの世界ではお馴染みだった造形師さんがねゴジラ映画の美術スタッフに入っていってねその世界に馴染みがあったファンにしてみたらまあおこがましくはあるんですけども自分たちのセンスを共有してる仲間が代表して本家ゴジラを手掛けているように感じられてねお祭り騒ぎみたいな楽しさがあったと思うんですよねなんちゅうかみんなブラモ仲間やみたいなね 造形作家の竹谷隆之さんが c 人モデルの原型を手掛けられた「シン・ゴジラ」もそうで「エヴァンゲリオン」といったさまざまなアニメや「ウルトラマン・パワード」や「平成・ガメラ」といった特撮作品でデザインを手掛けられた「前田真弘さんんも参加してるんですよね。シン・ゴジラ」は自主制作から活動を始められた庵野秀明総監督と「八音・ゴジラ」から特撮とアニメの両方に関わってこられた樋口真二監督が タッグを組まれたたとといううこももあっって日本ののサブカルチャーの到達点だったようにも思えるんですよねゴジラマイナスワンにはそういったオタクが燃えるような裏方の要素が少ないように思えてジュブナイルやリターナーの頃から山崎隆監督を追いかけておられるファンの方もいらっしゃるとは思うんですけどもリピーターが続出した「新ゴジラ」の時とは客層がちょっと違うかなと思うんですよね。 もちろん今作にもリピーターの方は大変たくさんいらっしゃるとは思うんですけども特撮やアニメの恋オタク層とは違うと思えるのでそういったところが興行収入にも影響が出てるのかもしれないですよねこれは作品の出来とは全く関係のない要素なんで難しいところですよね海外で絶賛されていることについてなんですけども外国人にとって腹切り神風 ととったところは日本人の狂気やと思われていると思うんですけども今作が受け入れられたことで特攻に対する日本人の複雑な心情を理解していただけたかなという。だとしたら今作の価値は日本国内よりも海外で発揮されるはずなので実際感動したという海外の声もたくさん上がっているようなので一般映画じゃなくてゴジラ映画がそれを成し得たことに 感激です。またアメリカ批判を避けつつも戦時中民間人の居住区に大変激しい空襲があったということも示してたので今の世界情勢と照らし合わせても海外でのヒットは大変意義があることだとだ思います。それで考えたんですけども海外で受けているのは日本のテレビドラマ的なシナリオや演出が新鮮に映ってるんじゃないかなというところなんですけども。 つまり VFX 以外にも人間ドラマの部分が海外で評価されているってことで日本のテレビドラマ的な分かりやすい演出がかえって新鮮だったのかなとそう考えるとこれから海外展開を視野に入れたエンタメ系の邦画のスタイルのヒントがここにあるのかなと思ったりしてどちらかというと海外で評価される邦画の多くは洋館を読ませるようなアート系寄りの 抑えた演出の作品だと思うんですが、それこそ北野武監督や是枝博和監督のようなね。でも今作がヒットしたことで、これまで海外に出す機会があまりなかっただけで、ひょっとしたらわかりやすいエンタメ系の邦画が海外で受け入れられていくんじゃないかなと、意外とここに邦画の突破口があるんかもしれませんよね。三つ目。今後への期待。 次回作なんですけども、山崎隆監督も意欲を見せておられるようですし今作の直接的なな続編になるかもしれませんよね。そしたらもちろん今回生き残ったリコの首筋にあったあの黒いアザーに言及すると思うんでまさかゴジラ細胞からビオランテ化するような SF すぎるというか後味の悪くなるような展開にはしないとは思うんですけども。 ノリコがまた現れたゴジラの謎を究明するための実験材料にされそうになるのを四季島が防いで明子と3人で政府の追ってから逃避行していくような疑似家族版世界系ゴジラになると予測します。それで3人は西に移動していくんですけどもノリコのゴジラ細胞に反応したアンギラスが関西に出現。大阪城でゴジラと一騎打ちになる っていうう展開はどうですかね。公開時期を2025年の大阪・関西万博に合わせたらタイアップも可能かなーみたいなまあ対決ものはハリウッド版に任せておいて日本では「ゴジラ」単独路線で行く方が予算的にも現実的かなとは思うんですけどもね予算といえば今作が海外でヒットしていることを受けて次の「ゴジラ」は海外展開を視野に入れて「 大幅に予算アップしてほしいところです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価のよろしくお願いいたします。アカデミー賞ノミネート期待してます。あ、指の包帯取れました。ご心配おかけしました。